球は激しく活動している。今もその力を思い知らされる事態が相次いでいます。地表に噴き出す溶岩、火山の噴火です。2018年6月、中米グアテマラでは100人以上が犠牲に。火山の噴火はひとたび起きると大きな被害を及ぼします。そんな火山との歴史の中で最も人類に脅威となった噴火とは。今から7万4000年前、インドネシアのトバ火山で起きた超巨大噴火です。この超巨大噴火は地球だから起きました。他の惑星では決して見られません。超巨大噴火はどのようにして起きたのでしょうか。そして地球にどんな影響を及ぼしたのでしょうか。研究から見えてきたのは地球規模の環境の激変。それは人類の存在自体を脅かしたといいます。当時地球上に人類はおよそ10万人いましたが、1万人以下にまで減ってしまったと考えています。追い込まれた人類、どのようにして窮地を乗り越え生き抜いたのか。シリーズ地球謎の大絶滅史。人類を絶滅寸前にまで追い込んだ超巨大噴火のミステリーに迫ります。インドネシアのスマトラ島です。ここにかつて超巨大噴火を起こした火山があります。40年にわたって火山の研究を続けているインドネシア地質庁のインディオ・プラトモ博士です。人類を存亡の危機に追い詰めた火山はどのような姿をしているのでしょうか。プラトモさんに案内してもらいました。湖に着きました。え、山じゃないんですか。こちらは火山の噴火によってできた湖です。この湖全体が超巨大噴火の火口なんです。この湖の下にはトバ火山という超巨大噴火を起こした火山の火口があります。実はこの湖は世界最大のカルデラ湖です。大きさは南北90キロメートル、東西30キロメートル、面積は琵琶湖のおよそ 1.5 倍もあります。この湖の周辺に超巨大噴火を起こした火口であるという証拠が今でも残っています。湖から車で10分、岩肌が見えてきました。
湖の南側に着きました。この地層は7万4000年前に噴火した火山灰が堆積したものです。ここでは20メートルほど積もっています。全部火山灰です。噴火の凄まじさを物語るのは火山灰の量だけではありません。地層に黄色や赤い色がついていますが、これは噴火直後に出た熱水で変色したものです。この一帯は大量の火山灰と熱水が濁流のように流れていたと考えられています。火山灰は膨大な量でした。湖を囲む崖は火山灰が積もってできています。高さはなんと500メートルにも達していました。鳥羽火山は少なくとも過去3回にわたり巨大な噴火を繰り返してきました。最初の噴火は84万年前、私たちホモサピエンスが誕生するはるか前のことです。噴火の後には湖ができました。2回目は50万年前に起きました。この時もまだホモサピエンスはいませんでした。そして7万4000年前、超巨大噴火が発生。すでに誕生していたホモサピエンスに大打撃を与えたと考えられています。その後地盤が陥没、大きな湖ができました。どうして鳥羽火山は何度も巨大な噴火を起こしたのでしょうか。理由は地下の構造にありました。鳥羽火山があるスマトラ島の沖合ではユーラシアプレートとインド・オーストラリアプレートがぶつかっています。断面を見るとユーラシアプレートの下にインド・オーストラリアプレートが沈み込んでいます。そのためユーラシアプレートにあるスマトラ島は強い力で押され、やがて島を縦断するスマトラ断層ができました。スマトラ断層はプレートの動きに伴い横にずれるような力が働いています。断層は横にずれることで地下に空間が広がっていきます。すると湖の真下に南北90キロメートル、東西30キロメートルの巨大な空洞が誕生。そこに大量のマグマが常に供給されるようになり、鳥羽火山は巨大な噴火を繰り返すようになったのです。7万4000年前に起きた超巨大噴火とはどのようなものだったのでしょうか。マグマとともに大量の火山灰が勢いよく噴き出し、火砕流は
周囲を焼き尽くしました。噴き出た火山性物質の量は2800立方キロメートル、富士山2つ分にも相当しました。過去200万年では最大級の噴火でした。噴煙は上空5万メートルの成層圏にまで達しました。大量のマグマと火山灰を噴出した鳥羽火山の超巨大噴火。噴火の引き金となった現象が最新の研究によって分かってきました。スウェーデンのウプサラ大学で鉱物の研究をしているバレンティン・トロール教授です。トロールさんは超巨大噴火を起こした火山の噴出物を採取し、噴火が起こる仕組みを研究しています。石英が青くて美しいですね。確かに綺麗だ。石英の質感も見えます。そうだね。トロールさんが注目しているのは、石英の中に含まれる酸素の同位体、酸素18の濃度です。石英はマグマの中に含まれる酸素18を取り込み、年輪のように成長します。石英の酸素18の濃度を分析すれば、マグマの中の酸素18の濃度も分かります。石英はマグマ内の酸素18の濃度を記録してくれます。石英に刻まれた酸素18の濃度を見れば、噴火する直前のマグマの様子が分かるのです。トロールさんは湖の周辺で採れた石英の酸素18の濃度を分析しました。すると思いがけない特徴が現れました。石英の電子顕微鏡写真です。年輪のような層は右に行くほど新しい時代にできたものです。分析の結果、噴火直前の層では噴火前の層より酸素18の濃度が減っていたのです。通常は減らない酸素18の濃度が減ったということは、何か別の物質がマグマに加わったことを意味しています。マグマが溜まっている天井部分の岩石は水分を多く含んでいるはずです。その水分が酸素18の濃度を下げていました。トロールさんが着目する天井部分の岩石に含まれる大量の水分、この水分はもともとマグマの中に含まれていましたが、蒸発し天井の岩に染み込んだものです。この大量の水分が超巨大噴火の大きな原因になったというのです。その結果としてマグマが溜まっている天井部分の岩石が一気に崩落したと考えられます。トロールさんが考えている鳥羽火山の超巨大噴火が起きたシナリオです。マグマの天井にある岩石はマグマから出てきた大量の水分を含んでいます。
噴火が起こる直前、地震など何らかの原因で天井部分の岩石が広範囲に崩落します。その時、岩石に含まれていた大量の水分が一気にマグマの中に放たれ、大量の水蒸気が発生します。水蒸気によってマグマが溜まっている中の圧力は急速に高まります。そして限界を超えると、マグマが天井を突き破り地上へ噴き出し、大噴火になったのです。トロールさんはこうした噴火の様子を身近なもので再現できると言います。まず炭酸水を使います。これはマグマを表しています。フラスコはマグマが溜まっている場所です。このように炭酸水を注ぐだけでは噴火の現象は起きません。ではマグマが溜まっている天井部分が地震などで崩落した場合を再現してみましょう。水分を多く含んだ天井部分の岩石を発泡タブレットで例えます。それをフラスコに入れると、ガスが急激に発生し、フラスコ内部の圧力が高まり、水があふれ出ました。こうした現象が実際に起きたと推測しています。湿った岩石がマグマに溶け込み、ガスが発生して大噴火が起きたのです。7万4000年前に鳥羽火山で起きた超巨大噴火。それは水分を大量に含んだ岩石がマグマと混じったことで起きたと考えられます。鳥羽火山のように岩に染み込んだ水が原因で巨大噴火を起こす現象は、水が豊富な地球でしか起こりません。他の惑星では不可能です。太陽系の他の惑星では起こり得ない特別な現象だったのです。鳥羽火山の超巨大噴火は水の惑星地球だからこそ起きた出来事でした。超巨大噴火はその後人類に大きな試練を与えます。一体何が起きたのでしょうか。まつわるお話です。まずは地球の兄弟星の火星。そこには巨大な火山がそびえています。オリンポス山です。標高はなんと21,230メートル、エベレストのおよそ 2.5 倍に相当します。こちらは金星にあるマート山。噴火の跡が見つかっています。そして今科学者が注目している天体があります。土星の衛星エンケラドスです。表面は氷で覆われ、
南極付近で氷の間欠泉が見られます。2017年、その間欠泉から水素が見つかり、多くの科学者を驚かせました。水素を発見したアメリカサウスウェスト研究所のハンター・ウェイト博士です。水素を見つけたことでエンケラドスに生命がいる可能性が一気に高まったと考えています。水素は微生物にとって食料となる物質です。水素の発見によってエンケラドスには生命に必要な条件が揃っていることが分かったのです。エンケラドスの海底の岩を温かい水が循環することで水素が作られていました。その環境はある意味火山のようだと言えるでしょう。エンケラドスには土星や他の衛星による引力で生じる潮汐力が働いています。その力でエンケラドスは伸び縮みしているため内部で摩擦熱が発生しています。その熱によって高温の水を噴き出す熱水溝があり、ウェイトさんはこの熱水が生命誕生に欠かせないと言います。地球でも最初に生命が生まれた場所は海底の熱水噴出口だと考えられています。噴出口には水素など微生物の食料があるからです。地球で最初の生命が誕生したとされる熱水噴出口、エンケラドスにも同じような環境があると考えられているので、生命がいる可能性が極めて高くなったというのです。エンケラドスには一体どのような生命がいるというのでしょうか。地球に存在する細菌で実験した研究者がオーストリアにいます。ウィーン大学で微生物の生態を研究するシモン・リットマン博士です。エンケラドスで見つかった気体メタンがヒントになると考えています。ある種の微生物は水素や二酸化炭素を食べメタンを発生させます。その微生物をメタン菌と呼んでいます。メタン菌がエンケラドスでメタンを作り出している可能性があると思います。リットマンさんは水素、アンモニア、エチレンなどを使いエンケラドスの環境を再現。さらに熱水噴出口付近の温度80度でメタン菌が生きられるのか実験しました。するとオキナウェンシスの細胞が見えます。顕微鏡で1000倍に拡大したものです。生き残ったメタン菌がいました。メタノサーモコッカスオキナウェンシスです。沖縄の海底で見つかったメタン菌の一種です。エンケラドスの環境で地球のメタン菌が生存できることを突き止めました。今回分かったのは地球以外でも生命が生きていけるということです。私たちに脅威をもたらす火山活動は一方で生命を育むゆりかごでもありました。地球以外の天体でも
生命が見つかるかもしれませんね。7万4000年前に超巨大噴火を起こした鳥羽火山。大噴火の原因はマグマが水分の多い岩石と接触し、内部が一気に膨張したためでした。この超巨大噴火は地球上にいた人類を危機に陥れたといいます。噴火の後、一体どのようなことが起きたのでしょうか。アメリカ、ニューヨーク。ニューヨーク大学のマイケル・ランピーノ教授は、鳥羽火山の噴火が地球全体に及ぼした影響を研究してきました。鳥羽火山の噴火で出た火山灰の分布を紹介します。ここに鳥羽火山があります。スマトラ島の北部です。火山灰の分布を示すとこんな感じです。インド、そして東アフリカの湖でも火山灰が見つかっています。広さはおよそ直径3000キロに及びます。インドでは最高で35センチ積もっています。火山灰が降り注いだ地域では植物は壊滅的な状態に陥りました。そのことが人類にも大きな影響を及ぼしたといいます。植物だけでなく、それを食べていた動物も激減しました。人間にも影響が出たと思います。火山灰の影響は食料不足だけではありませんでした。火山灰の電子顕微鏡写真です。刃物のように尖った形をしています。大量に吸い込むと命に関わる可能性があるといいます。尖ったガラスの破片が見えます。吸い込むと肺の中で出血が起こり、窒息死する可能性があります。超巨大噴火の被害は火山灰が降った地域だけにとどまりませんでした。噴火からおよそ1年後、影響は地球全体に広がり、人類を存亡の危機に追い込んだといいます。鳥羽湖の周辺にはその原因となった物質が今も噴き出しています。火山性のガスです。中でも問題だったのが二酸化硫黄です。鳥羽火山の超巨大噴火は火山灰とともに大量の二酸化硫黄を噴き出しました。二酸化硫黄は上空5万メートルの成層圏に到達。地球の多くの地域に広がり、環境を激変させていきました。二
二酸化硫黄は成層圏に達すると水などと化学反応を起こして硫酸エアロゾルと呼ばれる物質に変わります。硫酸エアロゾルは風に乗って世界中へ広がります。そして厚い雲のように太陽の光を遮ることになります。その結果地球全体が寒冷化する火山の冬と呼ばれる現象が起きたのです。硫酸エアロゾルの顕微鏡写真です。大きさは1000分の3ミリメートルほど。とても小さく軽いため大気中に長い間とどまります。硫酸エアロゾルが寒冷化を引き起こした事例は最近でもあります。1991年フィリピンのピナツボ火山が20世紀で最大規模の噴火を起こしました。その時も大量の硫酸エアロゾルが大気中を覆い数年にわたり地球の気温を下げました。2年後の1993年日本でも被害が出ています。記録的な冷夏に見舞われ大凶作になりました。深刻な米不足に陥り平成の米騒動と呼ばれる大混乱が起きました。ピナツボ火山の噴火で地球の平均気温は 0.4 度低下しました。鳥羽火山の噴火による影響はそれをはるかに上回るものでした。鳥羽火山の時の硫酸エアロゾルはピナツボ火山の100倍以上でした。鳥羽火山による寒冷化は人類にとって困難な時期をもたらしたはずです。7万4000年前鳥羽火山の超巨大噴火によって起きたとされる地球の寒冷化、それは一体どれほどの規模だったのでしょうか。茨城県つくば市にある気象庁気象研究所です。最新鋭のスーパーコンピューターを使い鳥羽火山の超巨大噴火によってどのくらい気温が下がるのかシミュレーションしてもらいました。地球の大規模な気候変動を研究している田中康道博士です。鳥羽火山によって生じた硫酸エアロゾルがどのように広がり地球の気温をどの程度下げるのか計算しました。ここに鳥羽火山がありますけども、ここから噴火していきますとエアロゾルが火山ガスから混発されてどんどん発生していきます。鳥羽火山の噴火によって生じた硫酸エアロゾルは15日ほどで地球を一周し赤道付近で帯のようにつながります。白っぽいところほど硫酸エアロゾルが厚く太陽光を遮っていることを表しています。その後赤道付近から渦を描くように高い緯度の方へ広がっていきます。どんよりした曇りの日というふうに、もう日中でも全然光が差さないような感じ、それがもう何ヶ月と何年と続く、2年3年続くという格好になりますので地球はどんどん冷えてきます。
鳥羽火山の噴火で生じた硫酸エアロゾルは1年ほどで地球全体を覆うことが分かりました。太陽の光を遮断された地球の表面では気温が著しく低下しました。このグラフは噴火実験から約20年の積分実験の結果を表しています。ここで噴火が起きています。噴火が起きた直後から気温、これは地上の気温を表していますけれども、気温がぐっと減ります。ぐっと下がって、だいたいですね、11度ぐらい気温が下がる。例えば夏の気温でも全球の平均気温が5度とかになっていますので、非常に寒い状態です。今回明らかになった気温の変化を見てみます。噴火した時の気温は15度、2年後夏でも5度までしか上がりませんでした。10度ほど下がっています。次の年の夏もほぼ同じです。その後、気温は徐々に回復していくものの、20年経っても寒冷化の影響は続いていました。さらに、鳥羽火山による寒冷化は、数万年規模の気候変動を加速させていた可能性も見えてきました。この鳥羽火山が起き、噴火が起きたところがちょうど氷河期に達するところのなっているので、他の気候の要素から氷河期になりつつあったところをさらにもっとぐっと引き下げたということはあります。超巨大噴火が起きた頃、地球は比較的気温が安定した寒氷期から気温が低下する氷期に差し掛かっていました。過去15万年の氷河の量を表したグラフです。鳥羽火山の噴火が起きた7万4000年前を見ると、氷河の量が急に増えています。つまり急激に寒冷化していったことがわかるのです。鳥羽火山による急激な気候変動は太古の人類たちに大きな打撃となりました。多くの人が命を落としたといいます。その数は衝撃的なものでした。最新の遺伝子の研究によると、その頃世界中に10万人ほどいた人類が短期間で1万人にまで激減したことが分かっています。まさに鳥羽火山の噴火が起きた頃です。7万4000年前、人類は絶滅の危機を迎えていたと私は考えています。10分の1まで減少した可能性があるという人類、生き残った人々は絶滅の危機をどう乗り越えていったのでしょうか。脅威となる一方で、人々に恵みをもたらします。温泉です。でも、インドネシアの温泉の風景はちょっと日本と違いますね。皆さん、服や水着を着たまま入っています。温度はぬるめ。プールのような感覚で温泉を楽しんでいます。もちろん
温泉の効能もあると言われています。他の温泉と違うわよ。ブクブク泡が出てるの。確かに細かい泡が湧いています。実はこの温泉はそこから二酸化炭素が吹き出る炭酸温泉。この泡が体にいいと評判です。この温泉は肌にいいです。皮膚病の人が入ると早く治ると言われています。美容のためよ。え、綺麗になるんですか？だから美人なの。綺麗でしょ？入るだけでなく温泉を飲む人までいました。多くの人たちに愛されている温泉、火山の町ならではの恵みです。次に向かったのは鳥羽湖にあるサモシル島です。大噴火の後湖の中心部が隆起してできた島です。島の主な産業は農業と漁業。人々は火山灰でできた農地で作物を育てています。サモシル島の市場にやってきました。店先には地元で採れた野菜がいっぱい。活気がありますね。湖で採れたばかりの新鮮な魚も並んでいました。よく食べるんですか？そうね、健康のためよ。魚を食べないと元気が出ないわ。島の食材で作った料理はどのようなものでしょうか。ラスピタシアルラガンさんのお宅に伺いました。用意してくれたのは地元で採れた8種類の野菜。採れたての魚が入った鍋に野菜で作ったスープを入れます。あとは煮込むだけ。できたようです。島の伝統料理イカンアルシックです。それぞれの家庭で味付けにもこだわる大切な料理です。お味はいかがですか？ええ、とても美味しいですよ。新鮮な魚と島の野菜を一つの料理にして食べるといいですよ。神様の恵みに感謝しています。火山の島サモシル島は特別です。湖も山も美しい自然であふれています。でも油断大敵。火山の島ならではの工夫が家を支えるところにありました。石の上に柱を置いただけの構造です。こうすれば地震があっても家は揺れるだけで潰れないんです。火山の島ならではの知恵なのですね。人
々は火山と上手に向き合いながら暮らしていました。7万4000年前に起きた鳥羽火山の超巨大噴火。噴火で生じた大量の微粒子が地球を寒冷化させ、太古の人類を窮地に追いやりました。しかし彼らはある方法で危機を乗り越えていったことが分かってきました。2018年3月、雑誌「ネイチャー」に発表された論文です。噴火後も人類はある場所で生き抜いていました。一体どうやって危機を乗り越えていったのでしょうか。南アフリカ共和国、大陸の南端にあるピナクルポイントです。ここにはおよそ16万年前から5万年前まで人類が暮らしていたとされる洞窟が数多く残されています。論文を書いたアリゾナ大学のカーティス・マリーン教授です。マリーンさんは20年近くこの洞窟で発掘調査を行ってきました。洞窟には地層のように時代ごとの生活の跡が残されています。ここを見てください。焚き火をした跡があります。黒いところは炭です。人間が暮らしていたことが分かります。2011年ある発見がありました。地層の中に鳥羽火山から噴出したガラス片が見つかったのです。火山は噴火するとガラス片を吹き出します。そして成層圏にまで達し、やがて雨と一緒に地表に降り注ぎます。そのガラス片を私たちはここで発見しました。ガラス片を詳しく調べると、なんと8000キロメートルも離れた鳥羽火山のものと一致したのです。マリーンさんはガラス片が見つかった周辺の地層を調査。石器などの資料40万点を発見します。そして驚くべき事実を突き止めました。資料は鳥羽火山が噴火した後急に増えていました。つまり洞窟の人口は増えていたのです。火山の冬が訪れた時、海岸沿いの洞窟は人々の避難所になっていたと考えています。大噴火による急激な寒冷化により動物が激減、人類は食べるものを失います。そして食料を求め移動した先が海岸だったのではないかとマリーンさんは考えています。噴火によってアフリカも寒くなっていたと思われます。寒冷化で雨の量も減り、動物や植物が取れる量も減ったはずです。しかし海で取れる食料は
影響が少なかったのです。分析の結果、陸の動物などの食料は減ったものの、海から取れる食料は増えていました。その一つが貝です。アザラシを食べていたことも分かりました。海から得られる食料は巨大噴火の影響をあまり受けていなかったと考えられています。洞窟に集まった太古の人類はこうして食糧危機を乗り越えていきます。そして一緒に暮らしていくうちに、人類に重大な変化が起きていました。アメリカ、イリノイ大学。人類学者のスタンレー・アンブローズ教授です。超巨大噴火後、人類が生き延びた理由を骨格から読み取ろうとしています。トバ火山の噴火後、人類の骨格に変化が見られます。顔の形や大きさが変わっています。見せてもらったのは2つの頭蓋骨です。右側が鳥羽火山の噴火前、左側が噴火後のものです。噴火前の頭蓋骨は目の上の部分が大きく張り出し、力強い顔つきをしています。一方、噴火後は目の上の部分の張り出しが目立たなくなり、全体的に小さく丸みを帯びています。噴火の前後で頭蓋骨の形や大きさが変わったのは、2つのホルモンが影響しているといいます。目の上の骨を大きくしたのは甲状腺ホルモンです。もう一つ、骨の成長に影響を及ぼしたのがテストステロンというホルモンです。テストステロンは顔の下の部分や体の骨を大きくする働きがあります。さらに声を低くします。甲状腺ホルモンとテストステロンは骨格や筋肉の成長を促す一方、反社会的で攻撃的な性格を強くするとも言われています。鳥羽火山の噴火前、人類は強い縄張り意識があって激しい争いをしていたようです。チンパンジーのような仲間を殺してしまう行動も取っていたと考えられます。攻撃的な性格が強かったという噴火前の人類、同じ種族でも命を奪うこともありました。共食いをしていた事実も明らかになっています。共食いはとても衝撃的なことですが、それが長く続き広い範囲で行われていました。しかし鳥羽火山の噴火後は人間で共食いの形跡はほとんどありません。噴火後の人類は攻撃的なホルモンが少なくなったとアンブローズさんは考えています。彼らは寒冷化による食料不足になっても仲間同士で食料を共有していました。見知らぬ者でも争いをせず困難に向き合っていました。
そのことを物語る資料が見つかっています。ダチョウの卵で作られた容器の破片です。装飾が施されています。この装飾は他人へ贈り物をするためのものだったとアンブローズさんは考えています。彼らはプレゼントを贈り、礼儀正しく協力的な姿勢を見せることで信頼関係を築いていきました。低い声で威嚇することはもうやめたのです。お互い信頼することによって人々は生き延びることができました。厳しい時代には必要だったのです。人類存亡の危機に直面した太古の人類たち、互いを信頼し絆を深めることで困難な時代を乗り越えました。鳥羽火山の噴火は祖先たちが人間性を持つ大きなきっかけになりました。それ以降ずっと私たちは社会的なネットワークを維持しています。鳥羽火山の噴火がなければ現在の社会は実現していなかったと思っています。今から7万4000年前に起きた鳥羽火山の超巨大噴火、当時の人類に対する影響については現在さまざまな研究が進められています。今回取材した専門家たちの話から見えてきたのは、さまざまな困難を乗り越えてきた太古の人類の姿でした。火山には二面性があります。豊かな土壌の多くは火山の堆積物からできています。火山は破壊的である一方、とても豊かな環境を作り出しています。地球上に生命がいるのは火山活動のおかげなのです。超巨大噴火によって絶滅寸前に追い込まれた太古の人類たち、彼らはその困難を仲間と共に乗り越えてきました。そして現在人口は76億人に達しています。私たちは火山という強大な地球の営みのおかげで繁栄しているのかもしれません。